ちょっと雨っぽいから、フグの襟からがあの雨用みたいになってるやん。ちーちゃんを濡れちゃうね。フグいい雨をつけてて。フグ元気だったな。これね、こことかに泳ぐときに。ちゃんと使って、もう3日目なんやから。フグさ、土とかさ、当たりまくりやからさ、襟からめっちゃ汚れてんじゃん。フグさ、もうなんか土とか襟からで掘ってんの。いいね。じいちゃん、フグが攻撃してこないから平和やろ。なあ、二人でソファー座ってることあんまないもんな。フグがね、ツーブ乗ってきたら遊ぼうぜって攻撃やるから、ちゅーちゃん逃げてたんですけど、今のフグなら安定やから。エリカラ生活にも慣れてきたみたいです。のびーんってしてます。あー、初日は寝れへんかったもんな、痛くてな。おもちゃで遊んでおります。上手に遊べんな、あんた。あー、フグの巣に持って行きたいらしいな。でも巣に入りたいけど、エリカラが邪魔で入れへん。巣に、あー、フグの巣が入れなくなってる。いらっしゃい。こんにちは。うわっ、うわー、待って、危ない。じいちゃん、それしたらそのやつらあかんたよ。怖い、来た、来た、怖いから、やばい。お前ちょっと待って、襟からあったすぎる。もうね、1週間以上経ってるんですよ。10日って言われてて、バッシュまで。あと、残すところ2日、バッシュまで。もう、大変よ、この子。皆さんにびっくりするお話がございます。フグはですね、エリカラをつけてても暴れまくって、まあ、回復してね、もう元気に暴れまくってるわけですよ。で、エネルギーが有り余ってて、なんと、ダダン、エリカラが割れました。割れるって何？チューちゃん。これチューちゃんの代から使ってて、渦使って、フグ使って、まあ、劣化かな？劣化って思いたいよ。だってこんなプラスチックみたいなしっかりとして、割るってなんなん？エリカラを、君。でですね、病院の先生に、ちょっとエリから割れてやばいんですけどって言ったら、まあ明日抜歯の日やったから、まあ、1日ぐらい大丈夫ですよって、今日で9日目やから、1日ぐらいエリからつけてる方が危ない、
そんな危ない状態のエリカじゃないんやったら他の子に危害を加えるから、それなら来てくださいということで今から急遽抜歯になりました。ゆうちゃん、ただいま。すぐよかったな、終わったって。問題なく完了してるそうです。ゆうちゃん、よかったです。あなたのフグちゃんも無事でございます。よかったよかった。フグ、もうやばい、暴れすぎこの人、ほんまに。病院でもどんだけ、空襟からも割るわ。看護師さん笑った。どうやってバレたんですか。フグ、あ、ようやく巣に帰れたフグです。よかったな、巣に戻れて。襟からが邪魔でフグのアジトにも戻れへんかったんですよ。よかったね、巣に帰れて。すいません、ちょっと暗い中。Thank you.